永遠に続くデュエルか。面白い。永遠に？そうだ、私は絶対に負けん。永遠に続けばな。は？やがて音を上げるだろう。お前が先に。私が先に音を上げるだと？何をふざけたこと。私のターン。この瞬間、カオスアポカリプスは自身の効果で手札から特殊召喚。この時、ペンデュラムゾーンの DD 魔導賢者トーマスと DD 魔導賢者ニコラを破壊する。何？この効果は1ターンに1度、相手ターンのみに発動できる。ペンデュラムはお前たちランサーズの武器ではなかったのか。それを自ら放棄するとは、やはり負けを悟ったか。放棄などしていない。 DD 魔導賢者ニコラは破壊され、エクストラデッキに送られた時、フィールドのペンデュラムモンスター1体を手札に戻し、エクストラデッキに存在するニコラとトーマスを再びペンデュラムゾーンにセッティングする。そして私は永続トラップ、魔界フリコの契約書を発動。 DD ペンデュラムモンスター1体が手札に戻った時、その守備力分のダメージを相手プレイヤーに与える。カオスアポカリプスの守備力は2000、よってお前が受けるダメージは2000ポイント。消えた。しかしまた無駄だ、無駄無駄。また出やがった。ランニングエナジー2000ポイント。何度倒されても私は蘇る。そう、そして同じことが繰り返される。何度でも。何だと？手札のカオスアポカリプスはペンデュラムゾーンのトーマスとニコラを破壊し特殊召喚できる。だがカオスアポカリプスはニコラの効果で手札に戻る。2枚のペンデュラムカードも再びセッティングされる。そして発動中の永続トラップ、魔界フリコの契約書の効果でお前は2000ポイントのダメージを受ける。乱入時にすでに2000のペナルティを受けているお前のライフはこれで尽きる。これでお前は乱入するたびに敗北し続ける。永遠にな。さあ、お前のプランを聞かせてもらおう。